はい、では始めたいと思います。皆さんこんばんは、レックス専任講師弁理士の納富です。今日は、年末ということで、一つの区切りになりますから、論文のお話なんですけれども、配布物ですね、とともにですね、約1時間、お話をさせていただきたいと思います。この試験のですね、論文試験というのは、通常のそのね、皆さんが今までこう接してこられた、論文とはちょっとこう性質がね違うものだと思うんですよね。まずその自分の意見を書けないということですね。その自分の思ったこととか、その意見だったりとか、そういったことを書く論文ではなくて、基本的にその論点の公表という形で、結論がある、答えがあるっていうのがやっぱり一番特徴的なところなんですね。で、皆さんに試される能力っていうのは、日々のその実務で接するような、ストーリーになっている事例問題を通じて条文の使い方ですね、それがこの試験の論文で試される能力かと思います。で、条文の中身に関しては担当試験でたっぷり出題がされ、クリアしていかなければいけないの で、またその担当試験をクリアした人しか論文に進めませんから、その論文を書くため その材料っていうものは基本的に備えたものとして、その使い方を論文で試されるということになるんですね。で、そうするとその知識があること前提に、論文を書いていくことを望まれるわけですから、その具体的な知識がなければ逆にその論文にならないわけですよね。で、よく私その論文をその型と水っていう話をするんですけど、器と水っていう話をするんですけど、この試験のその論文をですね、こう器の中にこう水が入っているようなこう状態でよく例えるんですね。で、器を作るっていうことは、論文のその形ですね、型を作るっていうことで、で、水をまず備えるというか、注ぐっていうことはいわゆる知識の部分だと。で、つまりその適度な大きさで適度な硬さの器の中に適度な水をこう入れるようなイメージがこの試験の論文を作るっていうようなイメージなんですね。ですから、例えば知識がいっぱいあって水をいっぱい持っていても、その器がもろければ当然その崩れてしまう、論文として成り立たなくなってしまうし、で、逆にその器はちゃんとあるんだけれども中身が空っぽであれば、つまり水が少なければ当然それも合格とはにならない。適度な器に適度な水が入っている状態を、この試験の合格答案というふうに望むということですね。で、合格答案っていうのは、なのでその形の部分でも必要だし、で、知識の部分でも必要になってくるんだけれども、じゃあ具体的にどういう勉強が必要なのか、合格答案を書くためにどんな勉強が必要なのかっていうことなんですね。で、今試験のその問題っていうのは大体事例問題で、で、意思商標だとちょっとこう基本問題を大問で出したりとかしながらもやりますが、一つは一行基本問題、一行で足らない場合もあるから、ちょっと基本問題って言った方が適切なんでしょうけど、一行基本問題、趣旨を聞いたりとか、概要を聞いたりとか、そういったものですね。で、二つ目に、事案解決系って私言うんですけど、これいわゆる担当っぽい問題ですね。担当の問題に類似する、要ははっきりとその答えが、例えば29条の2にそう、該当するかどうかについて説明せよとか、あと想定される拒絶理由について説明せよともそうだし、で、出願留意事項なんかもここに入れますね。出願留意事項っていうのは結局拒絶理由を見つけてその解消策を探っていく問題なので、その辺は全部事案解決型に入れます。
で3つ目に措置問題ですね。まあいろんな場面で、例えば拒絶留置通知に対する措置もあれば、権利行使受けた側の措置、する側の措置、いろいろありますよね。で次に、論述系ですね。いわゆるその論文って書いちゃった、論述系ですね。論述型で、これはまあ主に、判例ですね。判例をそのまま聞くような問題、論じていくタイプの問題ですね。まあ侵害の場面が多いですけどね。で最後に手続き、手続きって言ってもよくね、これレック の、 その、 あの制作スタッフにも誤解されるんだけど、手続きっていうのは例えば新総連の手続きとか、そんなことを手続きって言ってるわけじゃなくて、新総連なんか全部こっちに入ります。要は拒絶令を見つけてその解消策だからそっち側に入れるんですけど、手続きっていうのはすなわち全治の流れとか審判の流れとか、手続きの要は流れですね。これを自分でこう組み立てて書いていくタイプの問題、で今の本試験はこの5つのタイプに分かれます。どの問題もだいたいどこかに入る。でどの方域もまあだいたいそうですね、その1個だけ出るってことはないと思いますね、どの方域でも。で意匠商標だとこれが大問1であって20点とか、まあ25点とか30点とかで、まあこの辺であと70点とか80点とかっていうことが多いかなと思います。で特許だともう大問1、2っていうのが答案用紙が違いますから、まあ、当然もう それぞれっていう感じになるんですけど、まあ、その中でまた設問1から4とかね、まあ、4つ5つ出して、でこの辺もばらまいていく。でこの辺はもうジャブ的に合わせて趣旨についても述べようとか、そんな感じでそのジャブ的に一つの設問まんまを取らずに、その設問の中でちょっとついでに聞くみたいな感じの聞き方を特許ではよくしますよね。ですからまあ何が言いたいかっていうとね、結構出るってことですよ、まんべんなく、だから昔だと例えば平成17年から19年ぐらいだと、もう措置問題オンパレードで、もう措置を制するものは本試を制すっていうような感じで、もう措置問題中心に対策を立ててたんですよ。だから東連なんかももう措置問題ばっかり出るっていうようなね、そういう時代もあったし、で19年以降はやっぱりこの辺ですよね、担当が免除になってくるとやっぱり担当知識落ちてくる人をやっぱり受からせるわけにいかないんですよね。だから19年のその本試験のね、問題からやっぱりこうちょっと変わったなって思えるのはやっぱりこの辺が増えてきたことですかね。事案完結系担当で聞いてもいいよねっていうようなことをわざわざ結構論文で聞いてくる、それが今の、まあ、その今までもう ここまでもね、こう続いてる19年の本誌から続いてる、まあ、一つの傾向かなって見てます。でどれも大事なんですね。だからどれも大事で、どれを書いても多分受からない、どれを捨てても受からないです、今の本誌は。で皆さんは、まあ、4通答案を書くわけですけど、で、まあ、やっぱり一つでも足切りにあってしまうと、まあ、特許はちょっと合算でいきますけど、一科目でも足切りにあってしまうと受からない試験ですから、やっぱり一番その大事なことっていうのはホームランを打つことじゃなくて、一つアウトにならないことなんですね。だから赤点取らないことが一番大事です。だからたまには結構優秀とはにゼミとかで選ばれる、ね、結構書けるんだって言っても4回に1回失敗するようだとやっぱり受からないでしょ、4通書くんだから。だからその失敗の確率をやっぱり減らしていくことが合格に近くなってくるってことで、で点数が高いものを取るんじゃなくて失敗しないことなんですね。平均的にやっぱり54点から60点ぐらいを素点でも取れるようにするってことが受かる秘訣です。だから私も長くLゼミを担当してた頃があるんですけどね、もう新人で講師になってから10年ぐらいは
ずっとエルゼミのクラスを一クラス担当させてもらっていて、でゼミの先生っていうのはまあ非常にこうなんていうか受講生との距離が近いですよね。自分で採点もするし相談にも乗るしで話することも多いので、まあ、その人の弱点っていうのがすごい見えやすいわけですよ。だゼミっていうのはやっぱり当連と違って人数が限られているしクラスのレベルっていうのもまあそれぞれだから全体の立ち位置は見えにくいんでそこは当連の方がいいんですけれども、ただ弱点が分かりにくい人にとっては、まあ、ゼミは結構機能することもありますよね。だからみんなにその万能なものではないと思うんですけど、そういう意味ではあと講師との相性もねあるからまあ様々だと思うんだけれども、まあそれでもですねそのゼミを担当してる時にやっぱりそのある程度合格の目処っていうものは見えるんですね。もう1月10月に当時は開校してて、あの本試の結果が9月の第3週目に出てたん でそうするとまあすぐにゼミ試を行って、で10月のもう中旬ぐらいには開校する感じだったんですよね。でそうするとまあ11、12、1月ぐらいまでにはだいたいそのクラスで、あ今年はこの辺まで受かりそうだなみたいなのが見えてくるんですけど、で割とその本人が思ってるクラスの例えば受講ゼミ生が思ってる感触と私の感触とっていうのは割と違うこともあるんですね。でたまにすごい80点ぐらい取る人って目立つんですよ。で優秀答案ってこう配ったりするん でまたあの人優秀答案だわって、例えば4回に1回ぐらいその優秀その人が選ばれるとすっごいできるイメージ持つんですよ。でも1回も選ばれなくても私がやっぱり合格率が高いなとこの人合格するだろうなと思う人は50点台をずっとキープできる人なんですよね。失敗しない人、うん、でそこがやっぱりあの受験生の意識の中でも私はすごく大事だと思っていて、皆さんはやっぱりまあ、当然そのできるようになりたいし、特にその少ない集団にいればいるほど目立ちたい、いい成績を取りたいっていうその気持ちすごい分かるんですよね。で私なんかも自分が受験生の時ってね順位が全部もろ名前で出てた時代なんですよ。今だともう個人情報の問題があるんでそんな出さないじゃないですか。受講番号すらあんまり大っぴらにしないような時代ですけど、私が受験生だった頃っていうのはもうそれから20年前とかそんななんで、もう全然個人情報もあったもんじゃないですよね。名前と点数バッと出るんですよ、10位まで。でそうすると当然その誰が優秀かっていうのも分かるし、でそこ乗りたいもんだからやっぱすごいそのいい点数取ろうとするんですよね。でも私がすごく仲良くしてた人でよくそこの名前載ってる人なんだけど、もうポカーンってすごいミスする人だったんで、で4通書くとやっぱ1通ぐらいそういうの出てくるんですよね。でそうするとね、もうなぜか毎年毎年もう3位以内に入ってる人なのに、よく3位以内にね名前が載ってくる人なのに、でも受かんないっていう人は お一人にいらっしゃったんです。私はもう年齢も、私はまあ当時ね、今もうあれですけど、当時はまだ若い受験生だったので、でその方は割と年配の方で、すごくねいろんなことを教えていただいて勉強になったんですけどね。ただやっぱりその方よりも早く私の方が受かったんですよ。でその時にやっぱりその方がまあ、当然そのなんで自分受からないんだろうってことをすごく、まあ、気に病んでらして、で私が思うにはって話をしたんですよね。でその時にしたのはやっぱりその失敗しないことの方にやっぱり力を入れるべきじゃないかなっていうことを言ったんですよね。だからすごい点数いい時もいいんだけどポカーンってミスするんですよね。でそれはじゃあその方は何が原因かっていうと、当時毎年担当の試験を受けなきゃいけない時代だったので、毎年受かっても受かっても担当があるんですよ、その次の試験で。でね、いつもその方は大体ねギリギリでこうクリアはするんだけどボーダーギリギリぐらいでクリアしてくる人だったんです。
当時はまあ40点とか42点とかボーダーはこう年によって違うんですけど、まあ、なんとかかんとかねクリアはしてくるんだけど余裕がないっていう感じだったんですよね。で私はもう受かった年はもう当然もうその、ね、ボーダープラス5点ぐらいで受かってるので、それまでも、もうまあ模試とかもそうなんですけど、私はすごく担当の勉強をしてたんですよね。担当勉強してて、だから本試験でもやっぱり何が一番怖いってやっぱ担当が一番怖かったんで、論文よりもやっぱり担当の勉強をすごい重視してたんですよ。でもその方はもうなんとかかんとか担当を受かっても本当落ちた年がないんじゃないかっていうぐらいずっと受かってたんで、あんまりね担当の勉強されてなかったんですよね。それでも何ですかね、やっぱりテクニックっていうのかな、それぐらいでボーダーぐらいは超えてこれる力あったんですよね。で私はやっぱりねそこがネックだと思っていて、でその話をしたんですよ。担当もちょっといい点数で受かることが必要なんじゃないかなっていう話をしたんです。ですごい年齢的にもものすごい誰もが知ってる巨大企業のまあまあ偉いさんだったので、ちょっと私が言うのもおこがましいんですけどっていうような感じでね言ったんですよね。勇気持って言ったんですよ。そしたらねすごい目に鱗だっておっしゃってて、論文の話を相談してるのに担当のこと言われると思わなかったって。で当時は当然その免除制度なんかないから毎年担当をこう受けてるわけですよね。でその人たちにとってはなんかその引っかかった試験がやっぱりすごい心配になる、まあ当然そうですけど、だから担当なんてそんな関係ないと思ってたっていうことを言ったんだけど、でもその人がねすごいなと思うのは、そんな若造のね小娘に言われた、まだ当時は小娘だったんで言われたそのことを本当に真剣に受け止めてくれたっていうのが、その人逆にすごいなと思うんですけどね今でも。でそれでその結局受かった年はやっぱりすごい点数で担当受かられたんですよ。最終合格された年は。で講師になってからもやっぱりしばらく担当免除ではなかったので、まあ、受験生もそう見てたところがあるんですけど、やっぱりその担当受けた時のその点数が論文に影響するってことは当時からあった。で今は今これ見せたようにこの辺とで措置の取捨選択能力が担当知識なんで、もろこの辺は出るんですよ。担当知識の欠如がね出ちゃうんですよ。で一番品質高いのこれですから、今圧倒的にどの科目でもそうですけど、どれが一番出る可能性ありますかって、圧倒的にこれなんですよ。出ない年はないですよ。これ2科目以上で必ず出ますここは、うん。でそうするとやっぱりその失敗しないために一番大事なところってどこをまずやるべきって言ったら絶対ここなんですね。で次にここですよ。でここって何っていうと、今言ったように担当知識もろなんですよ。そうすると論文の勉強なんだけど、でも実際担当の受かり方が大事だっていうことにつながってくるんです。いや知識の問題で、量と質の両方です。もちろんね、たくさん持ってればいいってもんでもないので、いろいろ知っててもやっぱりそのあやふやだったら文字にするのはできないから、当然その質の問題もあるし、であとはやっぱりその余計な知識が邪魔をするってこともありますよね。聞かれてないのに答えたくなるみたいなそれも結構ありますよね。長ければ長いほどやっぱりいろんなことをね知ってますから、聞かれてもないんだけどなんか書いてみたみたいな、そういうのもやっぱり出てくるから、その質の問題もあるんですけど、適度なやっぱり質の水知識がやっぱり必要で、この辺がやっぱりね今の本試験の合否を左右すると私は思っていますね、うん。で実際データ的にも今ちょっと45点取らなくても超えるんですけど、大体もう安全圏でいうと45点を取れば論文の合格率8割超えます。で実際これはもうベーシックの1年目の方でも2年目以降のクラスでも出てる話で、特にその1年目のクラスが一番顕著にその辺の結果が出るんですけどね、もう担当のその点数、要はその
まあね、ボーダーで言うと39なんですけど、実際受かるのもう論文受かってくるのはやっぱり43点ぐらいから受かってくるんですよね。で、上から順番に担当の点数を、まあ、例えばベーシックの方をこう並べた時に、で論文の、その、ね、合格者をこう並べた時に大体上から順番に受かるんですよ。だから50点マークしてて論文落ちることってまあないです、逆に言うと。で、大体その一発合格者なんていうのはもう45点以上担当取ってます。だからやっぱりそこが一つのラインで、担当知識をもう今更45点取れっていう免除者にそんなことは言わないですよ。もう免除になってるんだから、そこはもうそれで受け止めていいと思うんですけど、ただ免除だからこそやっぱり担当の勉強というのは必要で、で今更って思わないでやっぱり担当の勉強をしてもらいたいと思います。でそれがやっぱり近道になると思う、論文の勉強の近道になると思う。で特にその担当に関しては、自分のその知識量を測る機会っていっぱいあるじゃないですか。担当実践通例もそう、担当前の公開模試もそうだし、でまあ本試もそうなんですけど、まあ300問もあれば知識量まあまあ正確に測れますよね。でも論文の問題って、一つの事例問題の中に含められる論点って、まあせいぜい4つぐらいですよね。だから論点の公表ってだいたい1科目に4つぐらいこう上がるでしょ、特許庁から公表されるの。だからそのたまたまそのね事例問題が十分に回答できても、じゃあ本当に知識量として十分なものを持ってるかって測れないんですよね、正確に。論文の知識量を測る手段って本当に乏しいと思うんですよ。で担当の過去問をやっぱり使いながら、その担当知識を維持しましょうっていうことを、まあ中上級のクラスでも繰り返し繰り返し言うんですけど、でもそれでもね、やっぱりもう特に免許の方なんかは過去問は解き慣れてるので、過去問を解けたからといってなかなか、じゃあそれが知識として十分かっていうと、まあそうじゃないケースもやっぱりあるんですよね。だから本当にやっぱり難しい、どこまで知ってれば十分と言えるのかっていうことがやっぱり難しいですよね、論文の知識量を測るっていうのは。でそこでまあせめてこの辺までは知っとかなきゃいけないし、まあ制作者側としてはこの辺を使いながら作ってるんだよっていうことを示すために作ったのが今日配布したリストなんですよね。でこれはだいぶC ランクのものをカットしていて、私の元データはもっともっとたくさんあって、ランク付けしてるものの C ランクっていうのがね、ほとんど多分載せてないはずなんですよ。 C って本当にちょっとしたものしか載せてなくて、まああんまり出ないと思われるんだけど、一応知っといてほしいってものしか載せてないはずなんですね、 C って。だけど私の元データはもうかなり C も多くて、で年々 C が多くなるんですけど、まあ倍とは言わないけど 1.5 倍ぐらいはあるんです、リストで、これこの今公表しているものの中にね。でこれはもともと何のために作ってるものかっていうと、制作側のネタ帳みたいなもんなんですね。いやその私も論文の問題作ることありますし、で自分が作らないまでも実践答練とか、特に論文直前答練ですよね、その辺はこの論点で作ってくださいってオーダーをするんです。例えば今回はちょっと侵害系の場面で作ってほしくて、戦勝権は趣旨から聞いてください。で戦勝権104条の3あたりは絶対含めてください。で104条3の無効理由は、例えば進歩制にしましょう。で進歩制に関してはちょっと審査基準も絡めて作ってくださいみたいな感じで、結構そのどの範囲で作ってほしいかっていうことをオーダーするんですよ。でその時にその制作側と、まあ、こっち側とで共有している、まあ、要はネタ帳で、でこの中から今回はこれとこれとこれとこれでちょっと組み合わせて作ってほしいみたいなオーダーの仕方をするんですね。で自分が作る時もまあちょっと参照しながら作ったりする。でなんでそれを使うかっていうと、かぶりがないようにするっていうのもあるんです。
要は実践討論は期間講座と言われて、まあまあその受験会でも一番受講生多いですし、で私と宮口先生とで大阪の江口先生の3人が同じ問題を解説するっていうような感じなんですよね。だからそれだけ要はその受講生も多いし需要度が高いものなんで、毎回毎回先週が出たらうんざりしますよね、皆さんだってもう分かってるよってなるし、 できれば1シーズンのその当連12回の中で、12回ですよね、12回の中でできるだけ多くの論点に触れたいですよね、必要だと言われるもの。だから被りがないように、で場面もいろんな場面を試してくれた方が当然皆さんとしてもありがたいと思うし、私たちとしてもやっぱりそれが一番効果的だと思うので、被りがないようにするためにもこのリストがあった方がいいっていうのもあるんですよ。で直前討論とかだと、まあ、もっとそうですね、私たちはこうちょっと神経質になってて、被りがないこともそうなんだけど、直近の去年出たことが出るわけないので、その辺はやっぱ外したいとか、で逆に3年おきに出てるものだから今年3年目に入るんで絶対これは出してくださいとか、そういうこともあるんですね。だからそのこっち側のその制作ネタとしてこう使っていくリストでもあって、でそれを逆に皆さんとも共有した方が、その皆さんの方でも持っていた方が、これだけ知ってればこの中でまあ B ランクぐらいまでは必要ですから、そこまで知ってれば大体その論文を書くためのネタっていうのはまあまあ自分には備わってるんだなっていう目安になるかなっていうものなんです。だから担当と違ってやっぱり全部の条文が必要なわけではないんですよね。論文は雑則なんかもほぼ出ないし、罰則はもっと稀だしとか、草則だって一部だしっていうのあるし、でそれ以外の条文だってやっぱり論文ではなんとなく出にくいもの、作りにくいものっていうのがあるから、担当と違ってやっぱりまんべんなく全部やるってわけにいかないので、でそのくせやっぱり深さも必要ですよね。判例だって担当だったら結論と、まあ、どういう場面かってことが分かれば大体答えられますよね、判例の問題って担当だと簡単だと思うんですけど、ただ論文だと自分で書いていかなきゃいけない、うん、理由付けが3つ上がったら3つとも書かなきゃいけないとかっていうのもあるから、やっぱり論文のハードルは結構高くなるんで、当然やっぱりその辺は傾聴をつけてインプットするってことも必要になります。なのでそういったことも含めてどういうことをその論文のインプットとしてやっておけばいいかっていうことのチェックリストですね。これがこの今日の配布物になります。でインプットが、まあ、変な話ちょっとこの時期だと全部を網羅することは遅いのかもしれないんですけど、ゼロではないはずなんですよね。だからもうすでにバーって見た時にチェック入れれるものっていっぱいあると思うの で人によっては結構半分ぐらい残ったり、人によっては3分の1残ったり、人によってはまあまあもう大体チェックが入ったりすることになると思うんですけど、願わくば年明けの実践討論までに大体 A ランクは網羅できてます。で B ランクの半分ぐらいは大体チェックが入りますっていうの感じの状態であればいいかなと思います。実践討論で、あとはその使い方、条文の使い方とか、あと応用力だったり問題の読み方だったり、そういう本当に論文ならではの勉強に費やせると思うんですよ、皆さんの力を。だけど反対にそのチェックがあんまり入らない状態で論文実践討論を受けられると、そこからになるんで、復習もそうだし、条文の中身を知っていればこそっていうのがやっぱりあるんでね、今の論文試験っていうのは。だからちょっと早めにね、やっぱりその知識のインプットっていう部分はやっていただいた方がいいのかなと思ってます。でその上でその論文実践討論を受けていただいた方がですね、まあだからその論文実践討論だけじゃないんですよ、もちろんそのエルゼミなんかも本当はそうなんですよ。
ゼミの先生がいち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 そのインプット講座みたいなことはしないじゃないですか。やっぱりゼミってあの論文の答練を書いて解説っていうのがメインになるから、あんまりインプット的なことってやらないと思うんですよね、うん、だからやっぱりそこは自分でやらなきゃいけない部分なので、免除の方ほどちょっと今一度インプット大丈夫かなっていうことはやっていただいた方がいいかなと思います。で、あんまりそのなんていうんですかね、こう自分のその状態が本当にわからない、もう本当にどうしていいかわからない、どれくらいあるのかわかんない、果たしてもし免除なんだけど次の試験受けたら受かるのかわかんないっていうんであれば、さっき多分事務局の方から話あったと思うんですけど、年末に担当の道場を行うんですね。レベルチェックテストを行うんですけど、四方編とまあ条約と分かれてるんで、条約いらないにしても免除の方でもその四方編の方を受けていただいてもいいかなと思います。そしたら今自分にどれくらい知識があって、今の状態だと果たして免除なんだけど受けたとしたならば受かるのかっていうことを測れると思うので、ちょっとその自分を試す機会っていうものは、まあ、このチェックリストなり道場なりで設けていただいた方がいいかなと思いますね。で、論文試験はやっぱり毎年毎年こう傾向はあるんですね。傾向がやっぱり変わります。で、実際自分の今ね、ゼミ生とか東連とか受けていただいてた方が、まあ、3名試験に入っていて、で本当に今年もう辞めますって連絡をこの間いただいた方が一人いたんですけど、ちょっと理由があって辞めなきゃいけないって、ちょっと他にやらなきゃいけないことがあって辞めなきゃいけないってことで辞めるって連絡があった時にちょっとお話ししたんですけどね、やっぱり試験員のメンバーが変わると試験の傾向はかなり変わると、うん、だけどその変わるって言っても、例えばそのどういう聞き方が変わる、どういうところに例えば論点としてその試験員としてね、その興味があるっていうのが変わるとしても、結局相対評価なんで、じゃあその試験員が変わったから、じゃあ合格者メンバーがすごい変わるかと、そうじゃない、そんな試験ではない、そんななんか当たり外れのあるような試験にはしてないっていうことをやっぱりおっしゃってたんですよね。で、私もやっぱり長くこの論文を担当してて思うんですけど、そんなにそのありますよ、サプライズありますよ。例えばその商標で413が出た時にびっくり しなかったかってびっくりしましたし、衣装で13条の2が出た時も正直びっくりしましたし、びっくりすることはいっぱいあるんですけど、でもそこのサプライズがあったからといって、じゃあその年にその合格者のメンバーを見た時に、これ試験が違ったらだいぶ違ったのにっていうことがそんなにあるかって、そんなないんですよ。やっぱり相対評価なんだなと思うことの方がやっぱり多いんですね。ですから勉強の仕方というか、やっぱりやるべきことっていうのはそんなにその試験に合わせる必要はなくて、相対評価だからやっぱりオーソドックスにやるべきだと思うんです。で、そういうふうにやってきた人からやっぱり受かってるっていうことも正しくて、だからこそ担当の点数の高い人から受かるっていうところもあるんですよ。そこが例えばその担当でもギリギリで受かった人が結構受かってて、で50点マークしてるような人が落ちてる、結構落ちてるんだっていうんだったら、もうそれは論文試験悪いんで、そんな試験の方が悪いと思いますから、そういう試験ではやっぱりないですよね、毎年毎年やっぱりメンバー見てると。だからそこは真摯に受け止めていただいて、やっぱりやるべきことっていうのはちゃんと知識を備えること、まあ、これから担当受けられる方、この中にはいっぱいいらっしゃると思うので、担当受けられる方は、やっぱり担当を正しく受かってくること、それは4法でやっぱり8割、全体で45点
でも4法でね8割取ってたら、あとはまあ別にいいんですけどね、そんな府庁とかでいっぱい取る必要はないんですけど、でも逆はちょっと困るかな。府庁でも満点とか取ってきてるんだけど、下3法満点なんだけど4法が悪くて、でなんかギリギリなんですみたいな、それちょっと困るかな。論文考えた時にちょっと受かりにくいなと思ってしまいますけど、でも4法でやっぱり論文書けるぐらいの点数を取ってこられるんだったら、下3法もはっきり言ってどうでもいいかなと思う。足切りに合わなければいいかなと思います。まあ条約はちょっとね、ジュネーブなんか絡むと、今年もそうでしたけど、やっぱり担当知識もの、条約知識ものを言っちゃうんで、条約はちょっとねケースバイケースなところありますけど、でもトリプスなんか出ないから、トリプスなんか別にね苦手でもいいんですよね、はっきり言っちゃうと。だからちょっとその知識をしっかり備えてほしいっていうことが、まず今日1点ですね、一番大きな点かなと思う。でそのためのこれはリストだと思ってください。でそれでそこにチェックが全部まあ入るような感じで勉強を進めていただきたい。でもう一つはですね、実際これそうは言っても受かりやすい答案、受かりにくい答案っていうのがあるのも事実です、でこの間あるエルゼミの先生と話してて、ものすごい説得力それあるなっていう話をね、ちょっとしたんですけど、この中にももしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、毎年私のクラスだけじゃないかもしれないけど、外国人の方がいらっしゃるんですよね。ベーシックにも中上級の方にもいらっしゃいます、外国人の受講生の方で。去年も担当の講座は、ベーシックじゃなくて通信でされてたんだけど、論文の講座をうちのクラスに来てた方が1年も経たずに一発合格された方がいらっしゃるんですよ、台湾の方で。で今年の最終合格者の方にも、その中上級の論文のクラスの女性の方で、お名前ももう見た感じだと日本人だと私は思い込んでたんだけども、帰化、多分帰化されてるのか、日本人の方と結婚されたからなのかちょっとわからないですけど、外国人の方がいらっしゃるんですね。でどちらの方も、他にもいっぱいいらっしゃるんだけど、どちらの方もね、ちょっと特徴的なのが、会話すると割と片言なんですよ。ちょっとこうちょっと生ってる、そのわからないほどのペラペラ度合いじゃないんですね、日本語が。だから見た目は分かんないですよ、やっぱりアジア系統だともう分からないですよね。だから分からなかったんだけど、お話しされると、あ、外国人の方なんですねっていう感じの方なんですよ。でお話でそのレベルですから、当然論文って結構ハードル高いと思いませんか。論文書くのって多分外国人の方にとっては結構ハードル高いと思いますよ。だから現に担当割と受かるんですけど、論文で足踏みされる外国人の方多いんでね、でその中の、そのうちのですね、お一人の方が水道橋のあるエルゼミのクラスに入っておられて、入っておられたんですね、もう合格されたんだけど、でその先生との話で、ね、話したのが、こんな私でもその外国人でね、そのあんまりその日本語にそんなにしてなくても、やっぱりその論文の書き方っていうもので受かるんですねっていうことをお話しされたんですよね、その受講生の方が。でそれすごい説得力あるなと思ったんです。だって日本人の、もう当然その日本語にペラペラのネイティブな、日本語にネイティブな、ね、日本人の方でも本当にね、読みにくいなっていう答案正直あるんです。文章がすごい長い答案とか、あと字だらけで項目が全然上がってない答案とか、典型的に言うとそんな答案というのは非常に読みにくいですよ。一文が3行以上だったら非常に読みにくい。でなんで読みにくいかっていうと、ご自身ではその一気にいろんなことを言ってしまった方が相手に伝わりやすいって誤解されること多いんですけど、採点者って
片手に点数表を持ってるんですね。これ試験もそうです。採点表を持ちながら採点してるんで、あ、これ書いてる2点、これ書いてる2点っていう風に採点していくんですよ。だからずっとその答案に集中しながら点数つけてるわけじゃないんですよ。いちいち点数つけながら採点するんです、論文試験って。だからコンパクトに一つのことを一つの文章で言ってくれた方が、あ、これ主体書いてる、はい、時期書いてる、手続き書いてるっていう風にできるんだけど、主体も時期も手続きも同じ文章で5行ぐらいにわたってわーって述べられると、書いてたことが本当に書いてたかどうかわからなくなって、やっぱり読み落としいっぱいするんですよね。でゼミとか当連だと、先生これ書いてるんだけど点数ついてないって言ってこられて、あ、本当だねって、これ2点落ちてるねとか言えるんですけど、本誌だとそうはいかないじゃないですか。そこは採点者に言えないですよね。後で開示できるとしてもその場で文句言えないから、もう取り返しつかないですよね。だからそのご自身が思ってる読みやすい答案と、私たちが受け取るやっぱり答案っていうのはだいぶ結構齟齬があることが多くて、もう絶対一文三行以上書いちゃダメですよ。読みにくい、読み落としが絶対出ると思う、そんな文章だと。で、主語と述語が噛み合ってない、もうねじれ答案って言います、ねじれ文章って言いますけど、もう意味わからなくなってくりますから、そうなってくると。だからその外国人の方がね、受けられてた時も私ずっとそれは言ってて、やっぱりそのできるだけやっぱり文章は短く、一つのことは一つの文章、一つの文章の中で一つのことしか言わないようにしないと、判例で例えば理由付けが3つ出てくると、そしたらやっぱり3つ書いてるってことをビジュアル的にも分からせなきゃいけない。だから一つの文章で3つとも言うんじゃなくて、やっぱりぶつ切りにすることももちろんだし、あともうナンバリングしろってことを絶対言ってたんですよね。3つ書いてるよって、理由3つ揃えてるよっていうふうに、ちゃんとそういうふうにもう採点者に知らしめろと、そんなことをよく言ってました。でその前ルゼミの先生も同じようなことを言ってらして、で外国人の私でも受かるっていうのが一番なんかね、こう説得力あるっていうことをおっしゃってて、でその通りだなと思ったんですよね。だから別にその文章の上手い下手っていうのは、まあ、あんまりなくて、実際、まあ、下手くそかって言われたら下手くそですよ、そら日本人に比べると文章は日本人の文章だから、日本語の文章を書かなきゃいけないわけだから、でもそんなことじゃないんですよね、やっぱり受かりやすい答案っていうのは、だから何を書いてるかっていうことが、読まなくてもいいっていうのが究極の答案だって言われたことがあるんです、元試験の先生に。読まなくてもいい答案が一番ベストだって言われたことあるんですよ。それはどういうことかっていうと、もうタイトルに答えが書いてあるから、そのタイトル元に中身書いてるはずなんで、当時はね、700、800人の合格者を出してた時代だったんで、一人の先生が週に30枚答案を採点してたんですね。で倒れる方がやっぱり夏の暑い時期だったんで、倒れる方が出てたっていう話です。でそういう時の先生だから、よりそういう答案を求めるんだと思うんですけど、ちゃんと項目立てがしてある、それがもうズバリ答えとして、あのね、分かる、例えば新規性訴訟例外が答えなんだったら、新規性訴訟例外ってバーンって書いてある。で当然その中で要件が必要ですよね。特許受ける権利を有する者の行為に起因して公示になってる、公示から1年以内に出願をしている、で4条3項の、特許だと30条3項の手続きがなされている、要件があるんだったらそれにちゃんとナンバリングをして、全部要件揃えてるよってことがもうパッと分かる。じっと読み込まなくても揃えられてることが分かる。そういう答案がやっぱり受かりやすいのは受かりやすいです。読み落としさせないし採点しやすいので。だから今日ね、まず一番最初に言ったその知識の問題っていうのはもちろんそうなんですけど、いくら知識があってもやっぱり表し方で点数が違ってくる、読みやすさっていうのは違ってくるっていうのもやっぱりあるので、だからそこが難な人もいるかもしれないですね、この中には。
担当、私先生45点超えたら8割超えるって言うけど、私そっちの2割だわって思ってる人がいるかもしれない。だなんでその2割に入っちゃうのっていうと、もしかしたらその後のその書き方の部分かもしれないですよね。うん、いくらね達筆でもやっぱりもうね端から端まで文字の答案って本当読みにくいんで、まあもちろんあと字の綺麗さとかもありますよ、もちろんね。やっぱりちょっとある程度大きくて一つ一つが独立した文字を書かれる方の方が読みやすいし、逆にこうなんていうかこうねこうスラスラって書いてて本人はいいのかもしれないけど、やっぱこっちからすると続いてる文字は読みにくいんですよね。でもっと言うとやっぱりこっちもやっぱり読まなきゃいけないから、いくらちょっと読みにくくても読むんですけど、例えば数字ですよね、条文番号入れるじゃないですか、7か9かわからないとかだとやっぱ点数つけられないですよね。7かもしれないのに9と4でつけていいかっていうのもあるし、だからやっぱりその数字だけでもきちんとはっきりと書く努力をするとかでも、もしかしたらちょっと変わってくるかもしれないですよね。実際あるんです、1なのか7なのか分かんないとかで、7と9も結構あるし、3と8もありますね、うん、あるんです読めないっていうのが。だその辺もやっぱりきちんとやった方がいいし、で自分で A4 にコピーして見てみるってことも大事ですね。縮小コピーして採点される先生の方が多いです、そのまま A3 サイズでやるんじゃなくて。だから縮小した時でもちゃんと見やすいかどうかっていうのはすごい大事 でそうするとあれ意外に読めないなとか、そういうのも出てくるかもしれないですね、自分でやってみると。だからちょっとその今日は両面の話ですけど、そのインプット部分とでそのアウトプット部分のその両面がやっぱり必要だっていうことで、だからその器も必要だし水も必要だっていうことなんですね。でこの間合格報告会っていうのがありまして、まあ、その報告会というのは祝賀会みたいなものなんですね。で今コロナ禍でもう3年ぐらい祝賀会ができてませんで、通常であればちゃんとホテルでそのきちんとした形 の弁理士会の偉い人たち そのスピーチなんかも含めた祝賀会を行うんですけど、まあ、こういうコロナ禍にあるので今もうレックもやってなくてですね、その本校ごとにその最後その合格を報告するっていうような趣旨の会をやってるんです。でうちもこの間11月の何日だったかな、もう終わりぐらいのところ、まあでも18日とか19日とかそんなぐらいだったかな、やったんですよね。でまあその時にやっぱりその合格体験記のようなことをよく聞くわけですよね、どうだったっていうような。で、まあ、どの試験がやっぱ苦しかったっていうと、自分のその感触としては結構皆さんやっぱ担当試験っておっしゃるんですよ、うん、一番嫌だったのは担当試験だって結構おっしゃるんですけど、でも実際中上級の方で足踏み者が多いのは割と論文なんですね、うん、でどうして今合格してみて、その合格する前の自分とで合格してみて、やっぱり なんでその長く足踏みしてたことが解消できたんだと思うって聞いたら、やっぱりその論文で足踏みしてた人はそのアウトプットのことを結構おっしゃるんですね、うん、だからまあ知識は前からあったんだけれどもっていうことで、で、まあ、例えば書き方変えたのでそれで合格したっていう人もいるし、であとはやっぱりその当たる回数が圧倒的に少なかった、その事例問題に当たる回数がやっぱり少なかったんで多分去年はダメだったんだけど、である程度その事例に慣れてきてで今年は受かったんだっていう人もいました、うん、でまあいろいろいます、それは皆さんそれぞれが原因なのでいろいろいるんですけど、意外にやっぱりその中上級の人ほどアウトプットで、で
年数が若い人、そんなにまだ何年も経ってない人の方がやっぱりインプットっておっしゃる方の方が多かったですよね。で、今ここ何年もの間なんですけど、一期合格がやっぱり多いんです。中上級の方でも担当からで、その担当を受かった年に論文まで通過するっていう方がやっぱり多くて、でそれはやっぱり今日のその話の中でのその担当知識を確かめる問題が多いからかなと思ってるんですけど、なので今日の参加者の中でもやっぱり担当から自分はやるんですごい不利だと思ってる人も結構いると思うんですけど、そうではないですね。そうではないと思う。でむしろ強制的にやっぱり知識のインプットをする機会があるから、むしろいいと思った方が有利だと思ってもいいんじゃないかなって思います。で特にその30点台でダメだったっていうことだとね、あとちょっとだったのにっていう気持ちがやっぱりあると思うんですけど、でも実際それでじゃあね、ギリギリ合格で免除で、でじゃあ論文の勉強だけしてて次の年受かれるのっていうとそうじゃないと思うので、なのでまああんまりその自分がどこからの参戦なのかっていうことにこだわらず、どこから試験参戦するにしても求められることは一緒なので、まずはしっかり知識を備えて、で実践討論のような、あるいは直前討論とかも含めてそのアウトプットを使いながらその相手に伝わる答案を練習していくっていうことが必要なのかなと思います。であとはさっきその失敗しないことっていうふうに言ったんですけど、やっぱり新作の問題じゃないですか。その全く同じ問題が出るわけじゃないですよね、特に論文の場合は。でそうなるとやっぱり知らないことに何とか逃げ切る力っていうのも大事なんですよね。なんかと思うような問題やっぱり出ますよね。でそれでもやっぱりうまく逃げ切るっていうことも大事だから、その辺で何で逃げ切るかっていうとやっぱほとんどが条文で逃げ切るんですね。条文写して終わりとかっていうのもやっぱり逃げ切る関連する条文を何とか探すんですけど、でそれで逃げ切るっていうことがやっぱり一つの手段としてあるんですよね。そういうこともやっぱり討論を通じながらこう訓練していく、なんかあっという間の、問題が出た時にやっぱり逃げ切る力っていうのが大事かなと思いますね。で今年は今まだ全部私収録し終わってないんです。論文実践討論事前収録があるんですけど、まだね2クールの途中ぐらいなんですね今。だからまだ全部収録し終わってないので、全部の討論をまだ見てはないんですけれども、去年で言うと本試より難しかったんですよね、実践討論の方が。で合格者の方も実践討論で分量が多かったんで、その時間に関してはその本試の方がまだマシだったっていう人もいたんですよ。今年の特許なんてね時間結構ないだろうと思ったんですけどね私は。でも実践討論結構ね確かにボリューム多かったんで、それでなんか時間配分は大丈夫だったっていう人もいたぐらいですよね。だから、そういう時間配分とかそういうものも十分にそのやっぱり練習をしないと養えないと思うんで、なので、年明けの討論ですよね、それをうまく使いながら時間配分の練習もしていただけて、今特許はそんな感じですよね。一つ一つの問題の難易度っていうよりもやっぱり全体の分量に難があるので時間がかかるから、やっぱそこをちゃんとやっていかないといけないかなと思います。であと今日ちょっと最後にですね、ここから本試までにどんなタイムスケジュールで勉強していくのかっていうことをちょっと最後にお話ししたいと思うんですけれども、まず担当受験される方ですよね、担当組の方、担当組の方は、ここからまず今が、12月ですよね、頭ですよね。で12月末が一つ目処で、でここまではもう半々でいいと思うんですよ。半々でっていうかね、むしろ担当よりも論文に力入れていいと思うんで、一番オーソドックスな配分で言うと、
論文を60、担当40ぐらいでいいと思うんですよね。担当受験される方、時間配分です。時間配分、ここまではね。でここからこれをどれくらいの割合で逆転させていくかっていうのはちょっと人によって、今じゃあどれくらい実力があるんですかによって変わってくるんだけど、3月末を一つの目処で、で今度、ゴールデンウィークで担当試験っていうふうに考えたときに、論文はもう3月までの間に、これちょっとずつちょっとずつですけど、もちろんちょっとずつちょっとずつですけど、ここでやっぱり30ぐらいに、 30% ぐらいまでには持ってこなきゃいけなくて、で人によってはもうここからゼロでもいいと思いますね。ここからもうゼロでも、で何も何でも、もうゴールデンウィークまでにはやっぱりゼロには持っていかなきゃいけないと思う、順調な人でも。で担当まではもちろんもう担当に集中する。でもう あんまり担当が振るわない、ちょっとうまくいってない、担当の勉強があんまりうまくいってないんですだったら、もう当然ここをもうゼロにするので、もうこの辺からやっぱり30ぐらいで、年明けからもう30ぐらいで、でもうゼロに持っていかなきゃいけない、3月までがもうギリかなと、中上級生って思いますね。だから引っ張ってもゴールデンウィークにかからないぐらいですね。かからないぐらいですよ。で、やらないといけない。で、論文実践答例はもうこの3月までに終わりますから、で、ここまでの間でもう論文の勉強は大体完結してっていう趣旨なので、まあそれ以降はもう論文の勉強はやらないっていうのがいいかなと思います。一番安全圏かなと思う。もう4月、5月はもうほとんど論文の勉強はやらない。論文実践取れるのちょっと復習をやっていくぐらいな感じでいいと思います、うん、で担当の勉強はもうだから目いっぱいやらなきゃいけないですよ、もちろんね。で時間で言うとね、もうゴールデンウィークから担当までっていうのは1日でやっぱり5時間ぐらいは勉強した方がいいと思いますよ、担当の勉強、うん、もう言ったら2週間ぐらいでしょ、2週間ぐらいでしょ、担当本誌まで。だもう5時間ぐらいはちゃんと勉強した方がいいと思う、集中してね、担当だけに。で今の担当試験だとやっぱりそれぐらいやらないと難しいんじゃないかなと思うんですね。で私たちが解いても結構ね難しいなと思う問題、細かいなと思う問題結構あるんですよね。で昔と違ってその変に細かいで、こんな条文から出すんだみたいなところがやっぱ増えてきたと思うんです。出典は広くないんですよ、なんか変な基本書から出してくるとか、で下級審から出してくるみたいなことがないんだけれども、ただ条文だって言われたらそうなんだけど、でもこんな条文から出すのかなとか、条文のこんなとこ聞くのかなみたいなことはやっぱりあるんで、細かさが目立つから、やっぱりこの直前の詰め込みっていうものは結構生きてくると思うんで、なので直前期はちょっと十分に勉強時間を取ってもらいたいんですね。で免除の人ですけど、免除の人も担当の勉強しなくていいわけじゃないんですよ、今日の話で言うとね。担当の勉強しなくていいわけではなくて、まあ今12月じゃないですか。で末で1月に論文実践答練が始まりますから、そうするとね、ちょっとこの間、免除の人この間に、条文読みをやってもらった方がいいと思う。条文の全部読み、四法対象で。読み込みっていうほどじゃなくても、やっぱり条文をね、こう全部こう並行しながら一通り四法読むっていうことをやった方がよくて、で特にその中で当然まあできないなとかちょっと微妙だなっていう条文出てくるから、そういうのはまあきちんと復習したり、で担当の過去問をちょっと解いてみたりとかしながら、でそれで1ヶ月ぐらいですか、ちょうどですよね、実践答例の開講までを過ごしてもらって、でここからね、1月、要は1月に入って、で3月までの間っていうのはここで実践答練があるじゃないですか。そしたら
主体的に担当の勉強をすることはあまりできないと思うんですけど、実践統練を解いて間違った部分の担当の勉強をするんです。例えば優先権間違ったら優先権の担当の過去問を3年分ぐらいするとか、そういうふうに担当でちょっとフォローをして、で今度それから構成をして、で、必要であれば、全文書きをしてみたいな感じの復習をこの12回ですよね、これ繰り返すっていうことですね。で今度3月から担当までってこっからはもうね、ほとんど自分で考える間もなく、平日に2コマで土日のどっちか模試っていう感じで、もう自分のペースで勉強できないんで、ここからここまでの間ですよね、ここをまた担当の勉強をしっかりやるとやるっていうことですよね。だからここはどっちかっていうと、この実践統練がアウトプットだから、こことでここを主体にやるんで、インプットはちょっとここは弱めになりますけど、ここでちょっとその担当インプットの強化をやっぱり担当受ける人と同じようにやるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。こんな感じのスケジュールですね、タイムスケジュールでいうと。だから免除なのかどうなのかでちょっと違ってくるんですけど、で担当受験組の方、私の2月解雇の担当ゼミ結構受けて、ね、いつもいただいて、で今年昨日から発売開始したんですけど、ちょっと嬉しい悲鳴ではあると思うんですが、もうねちょっといっぱいになっちゃったんです、担当ゼミ。だから今からちょっと生クラスも入れなくて、まだ申し込まれてなくてっていう人もいると思うんですけど、ちょっと純生クラスになってしまいます。で担当免除なんだけどゼミ受けたいっていう方もちょっといらっしゃるんですが、純生クラスでなら受け入れをさせていただくんですけど、ちょっと今の状況なので担当ゼミは担当受験される方に生クラスは受けていただくっていう方針でやりますので、申し訳ないんですが、もし免除の方で受けたいという人は純生クラスでの受け入れということを了承していただきたいと思います。で担当ゼミ受けられる方は2月解雇でちょっと担当のゼミが開講するんで、勉強量っていうのはちょっと担当の勉強がちょっと膨らむと思いますけど、担当ゼミペースでいいと思いますから、あまり自分でちょっとスケジュール考えずにもうついてくる感じにしてください。ゼミでいろいろ言いますから、それでもうビシバシやるんで、そこでついてくる感じでいいと思います。で自分でされる方はやっぱりちょっとこのペースな感じ、目安としては最初は、ね、年末まではちょっと担当緩めでいいけど、もう3月までに論文はフェードアウトする感じで、できるだけここ自分の時間を、そうですね、平日3時間取ってくださいね、担当の勉強だけで。受験組の担当受験組の方3時間はやった方がいいですね、であとやっぱり担当の勉強っていうのは一番大事なのは知識のピークを本試験に合わせることなんで、どの時期に何をやるのかっていうのはやっぱ大事なんですね。で間に合わなかったっていうのが一番まずいですから、だからその間に合わないことがないようにある程度やっぱ長期的中期的短期的なスケジュールを組みながらやっていかないといけないので、あまりやみくもにするっていうのは良くないですから、担当論文はねある程度もう実践統練敷いてるから実践統練ベースで復習でいいと思うんですけど、担当に関してはもうそんなに中上級の講座も長くあるわけではないですし、で担当実践統練はそんなに計画的にねやるわけじゃないので、なのでちょっとその自分でね長期的中期的短期的なスケジュールはつけながらやってください。それが多分一番大事かなと思う。担当の勉強で何が大事ですかって言われたら私はやっぱりスケジュールだと思いますので、それをちょっとしっかり
やっていただければいいかなと思います。で、論文はもう実践トレーに任せる、実践トレーベースの復習で任せるでいいと思います。で、担当ゼミ受けられる方はもうとにかくついてくるっていう感じかな、もう遅れがないようについてくるっていう感じでいいと思います。はい、じゃあこれで、今日の私からの話は以上になります。で、年末ですからちょっとご自身でいろいろと行事があったりとか予定があったりとかで、まあ、ちょっとこうね落ち着かない日々を過ごされると思うんですけれども、腰を据えてしっかり計画的にやればですね、まだ時間がたっぷりありますので、あまり焦らなくていいですから、しっかり計画的に進めてください。私は結構その周りからはというか受験生からは計画的な、ね、人間だと思われてると思うんですけど、スケジュールとかを出すのでそういうふうに思われてると思うんですけど、逆にですね、自分が受験生の時にそうじゃなかったんでやっぱり失敗した経験があるんですよね。だから受験生にはやっぱりそこを結構強いる感じなんです。で、性格的にそんなに几帳面ではなくて、割とざっくりとしているので、自分でもやっぱり何にも計画を立てずにその本試験までをこう過ごすってなると、やっぱり、ね、成功するって思ってないんですよね、自分でも。だから、だからこそ皆さんにはその失敗をしてほしくないので、いろいろね、こう計画的なことを言うんですけど、やっぱり試験日が決まっていて、やらなきゃいけないことが有限である以上は、やっぱり計画性ってものが一番大事だと思うので、しっかりちょっとこう、長期的、中期的、短期的なスケジュール。短期的っていうのは1週間ですね。1週間。で、中期的っていうのはだいたい1ヶ月とか、もうその月単位ですよね。で、ちょっと計画を立てながら進めてもらいたいなと思います。はい、では、今日はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。